皆さんこんばんは、こんにちは、ナイモンチャンネルです。サシャです。マサです。はい、この2人ということは第6弾ですか？そうです、6回目。はい、6回目。すごくない？6回目ですよ。すごい ね、みんなちょっとね、この間危うく渦潮つばことひろやに乗っ取られそうになりましたけども。ね、乗っ取られてね。あれ聞いてなかったもんだって。普通に YouTube のさ、開いてパーって言わせたろ。え、そうだから、え、聞いてない、首ね、なんなんか結構焦った。そう、なんかせめて一言言ってくれたらよかったし、ね、なんかリスペクトがないよね。あの、ナイモンさんってそういうのなんだよね。そう、ちょっと気づきました。そういうところあるな。はい、ということで、はい、ということで、第6弾は今回は、ね、こちら、代々木でございます。代々木でございます。私、あの交番で尿検査させられたことある。では、切っていきます。はい、本日は代々木で撮影があるらしいんですけれども、今まではさ、みんな個人でオニファンズとかで活躍されてる方たちに取材させていただいたんですけど、今回なんと初レーベルさんにお邪魔しようということで、でっかくね、でっかく出ましたね、でっかく来たね、これね。すごいね。ということで、お名前はインサイドさん、インサイドさん、ハンクチャンネルとかに、ね、載ってるのが、ね、出てるレーベルさんにお邪魔したいと思います。はい、じゃあ行きましょうか。早速行きましょうか。はい、レッツゴー。失礼します。失礼します。男性が見える、男性が見える。あ、今やってる、始まってるパターン。え、挨拶なしのいきなりですか？失礼します。ちょっとすごいんだけど、よいしょ。え、なんか今回初めてのパターンじゃない？もうやってるんだけど。これどうか、どうしたらいいの？すごい舐めてる。しかもめっちゃ縛られてるね。え、あれ拮抗縛り、拮抗縛り、拮抗縛りって言うの？すごい、俺サンゴ見たくない？そんな釣るなことある？ソーセージも出てるね。いや、美味しそうだね。はい、それではお疲れ様でございました。入った瞬間に起こしまってたんですけど、私たちも初めてのことでちょっと戸惑いまくりなかったんですけど、6回目にしてね、こんなに困惑することないよ、ね、これどうか、どうしたらいいの？びっくりしました。びっくりしました。はい、改めまして、ゲビデオレーベルインサイドさんにお邪魔しております。で、奥から監督のさん、はい、よろしくお願いします。ゴブルマンさん、はい、と名和市の銀次さんに、これからいろいろ聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いろいろね、質問していこうと思うんですけど、はい、とっても気になることなんですけど、監督さん撮影中こう見てらっしゃるじゃないですか。仕事中だと思うんですけど、ピッてしますか？気になる。気になります。確かに。一発目。今はあんまりしないかな。え、今は？業界15年ぐらいやってて、最初の頃はしてたかな。それはちょっとやっぱ隠すんですか？いや、もう普通にそういう現場なんで。ああ、関係なく、うん、始めた頃からずっと監督さんとしてやってらっしゃるんですか？いや、監督っていうよりも、まあ、サブでまずはカメラをするんで、やっぱその相手がタイプだったりとか、うん、ってなると、そうだ、最初の頃は。じゃあもう今は、うん、長くなってくると慣れちゃった慣れちゃった結局ね、やっぱりプライベートなんだけどね、たった1個で立つやつは社長、今まで見たことない感じの社長なんだけど目合わせてともっと赤くなっちゃう。結構お三人は長いんですか？そう、長い。銀次はそうでもない。でも去年ですもんね。去年だよね。1年半年ぐらい。半年ぐらい。うん。もう6年。7年ぐらい。すごいですね。いろんなことを知ってますよね、監督さんは。まあ、ほぼ全部知ってるってことですか？ゴブルマンさんは何年前ぐらいからゴブルマンを発信されてるんですか？20前半ぐらいから。そうだよね。うん。
今年齢をお聞きしてもよろしいですか？30、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 30
さっきの会話で、うん、確かにこういうの見た初めてやってた、V 社長が初めてって言ってたから。普段どんな方は AV メーカーの監督って感じはしないです。お母さんお母さんよく言われる。撮影終わった後にご飯できる。あのね、来るたびいつも先にお茶出してくれるんです。お母さんそうですね。合ってますよね。間違えた。お父さんのビスだ。ジンジさん、はい、話としてはいつから始めたんですか。この5年ぐらい、5年半から5年ぐらい前だと思うんですけど、きっかけっていうのはきっかけは、あの縄とかのスパッタルみたいな集まりがあるんですよ、はい、そこに一番最初は逆で縛られてきた。おお、そっちに興味を持たれてかなって思っていったんですよ。全然面白くなくて、縛ってた方が楽しかった。あ、そうね、そこで気づくこともあるんですよね。もう意外最初は趣味っていう形じゃないですか、うん、どのタイミングでそのお仕事に変わったお仕事に昇華したのかなっていう。まあ、でもここ1年ぐらい、おお、最近なんだ、ね、ですね、うん、じゃあそのビデオに出始めたのはインサイドさんきっかけで。そうですね、なんですかね。確かビデオにいいでしたから、そうですね、声が見えないって。へえ、でも本当に母ですね。いいのか、見るのか、見るのか。普段のプレイでもゴーグルってつけるんですか。どうでそう、プライベートで、プライベートで、プライベートで、なんかつけてって逆に言われたりとかする。うわー、ないかな。ないな。プライベートで、だからだってプライベートの、うん、いわゆるね、営みでも、そう逆にするのが上がるとかっていう人もいるかもしれない。それはどうなん。言われたらどうしますけど。あ、まあじゃあゴーグルしてきますよみたいな感じ。あ、してくれる。してくれるんだ。してくれる。いい人。ご用が。ご用があれば。してくれる。自分最初 AV を見始めた時って結構ゴーグルマンさん見てましたよ。うん、あ、結構、うん、だからね、こっちのゴーグルマンさんのをメインで撮ってくださいっていう。DM とか。ああ、やっぱり。そういうのは今まで、うん、結構何回もあったことが。あ、ないんだ。ないんだ。やっぱり、うん、あくまで、ね、もうメインが、そっちのね、うん、確かに見たことない。ない、ない、ない、うん。だからそっちを撮ってくださいみたいな連絡は来たり。へぇ、確かにな、エロいもんな。うんうん、なんかゴーグルマンさん5人ぐらいでこう1人をこう囲む時とか、うん、ゴーグルマンさんしか見てないですよ。うん、シチュエーションも、ね、そういうのが好きなのかもしれない。好きなんじゃない、まあ、そういうフェチなんじゃない。恥ずかしい、やめようね、この話。監督さん、自分が撮ったその、うんうん、映像で抜いたことってあります。うん、あ、ないんだ。ないんだ。ないんだ。一回もない。へえ、やっぱそういう感じで見れない。見れない。ってなるんですかね。だから自分の作品ってなんていうか、見てなくて。自分が出てないインサイドさんの作品を、うん、あ、この人いいなと思って、見た記憶。別の方がいたんだ。いいな、この人と思って。羨ましいな、絡んだ人と思って。でもね、必要以外でね、見てもらって。やっぱりゴーグルマンでもあるってことだよね。そういうことですよね。キャストの決め方を、なんか基準みたいなモデルさん。基準ね。基準だとやっぱり、まあうちが撮ってるやつだと、まあ筋肉質、マッチョ、あとガッチリ、ガチムチ、アスリート系とか、まあ体型系とかも、体型重視みたいな、うん、作品に沿うように。なんかさっきからさ、うん、フリップ出てる、カンペが出てるんですけどさ。
まさかサーシャ縛られろって書いてあるんですよ。本当にさ、雑だよ。本当良くないよね。え、でもさ、それだったら俺が選んでいい？ね、あ、本当ですか？ね、なんかそこでフリップ出してる。指名があったら。え、誰？あっち。あの、なんかフリップ出してる。素晴らしいよ。確かに縛られたそうな顔して。そう。たまにはやったらどうなんだよ。たまにはお前がボケよ。本当だよ。そうだよ。私らばかり無茶振りしてんじゃねえ。ありがとうございます。僕がやるの？ちょっと私は親が見てるんで。そうね。そう、想像させる。痛そう。それでほんまに痛いんですか？痛いの？痛い。いや、それ普通に痛いよ。そうそう。いや、からの、こうやる。初でしょ？初。その、完全に委ねた方がいいだろうし、体を。やっぱりそのやってるからといって真似をしてみんなができるかっていうと、ああそういう問題でもない。うん、大丈夫って。あ、ね、すごい、見てんの？めっちゃ綺麗。うわ、すごい。お尻の筋肉が一番痛みが少ないんで。お尻だけ？お尻だけ。ちょっと待って待って、何ケツ叩くって？すごいですよ、ほら見て。教えてくれるんだって。すごいじゃん。ほら、ちゃんと見ろ。ちょっと待って。痛い。目足、足、手つかやか。ちょっと怖いんだけど手つかやか。その時はギンさんの顔見て。痛いって。ギンさんの顔見て。うまくいかない。突き出した方がいい。一回やろ、こうの方がいい。一回って言ったやん。手本をちょっと、おー、先端は当てるんじゃなくてこっち側の方が当てるんだ。あ、その帰ってくるところを当てるみたいな。うわ、痛くない。もう痛くない。サーシャさんが一番痛い。そう。はい、それでは本日はゲイビデオレーベルインサイドさんにお邪魔していろいろ聞かせていただきました。監督さん、ゴーグレマンさん、魂の銀利さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ね、最後にね、とんでもないことがありましたけど、やってました。そこでまだ縛られます。いや、いいさ、まだすごいニヤニヤしてます。嬉しいんだよ。嬉しい嬉しい嬉しい。ちなみにどうでした、縛り具合は？いや、なんかちょっと生意気でした。まだ信頼関係が足りないってことですね。はい。ということで、この動画がいいなと思ったら、高評価とチャンネル登録、よろしくお願いいたします。それじゃあ、またねー。またねー。